アンブラキコス湾は、ギリシャ北西部にある、イオニア海の湾。アンブラギア湾、アルタ湾、アクティウム湾などの名でも呼ばれる。長さ約 40km、幅約 15km のこの湾は、ギリシャで最大の閉鎖性湾の一つである。沿岸には、クレベザ、ボニツァ、アンフィロヒアなどの都市がある。アンブラキコス湾の名は、沿岸にあった古代都市アンブラキアに由来する。アルタ湾という別名は、 アンブラキアの後ろ身にあたる中世以来の都市アルタに由来する。アクティウム湾の名は湾港にある岬の古代の名称アクティウムから取られている。湾港は幅700メートルほどの海峡となっており、北にプレベザ、南にアクティオの町がある。二つの都市は海底トンネルで結ばれている。ルロス川とアラフトス川が湾に流入している。湾は浅く。 沿岸は三角港の一部を成しており、多数の沼が広がっている。このため水温は、イオニア海より暖かく、塩分濃度は、イオニア海より低い。ボラや、シタピラメ、うなぎなどの水産資源に恵まれている。アンブラキコスワンは、紀元前31年に、オクタヴィアヌスが、マルクス・アントニウスを破った、アクティウムの海戦の舞台となった。近代イギリシャの独立以後、 第二次バルカン戦争まで、この湾はオスマン帝国とギリシャ王国の国境の一部となっていた。2002年に湾港の南北を結ぶアクティオプレベザ海底トンネルが開通した。従来はフェリーによってのみ結ばれていた沿岸の交通はトンネル開通によって大きく短絡された。ありがとうございます。